東洋水産、るちゃん、の味噌。三人前の生ラーメン買ってみた。ウエルシアで購入。価格は税別168円。三食入り。一人前は麺料。110g と少なめ。作り方。沸騰したたっぷりのお湯1.5リットル以上と。本糖熱源が貧弱だと面倒な熱湯量が必要。 液状スープは丼にベッ熱湯 250ml で溶かす。その後、茹でた麺を湯切りして、盛り付け。麺の特徴は、北海道産小麦粉を100%使用と書かれている麺は1.5リットルで、茹で上げてしっかり水分切って仕上げると、食感はしっかり、スープ、自家製柄スープと、 自家製香味油と記載されているが、スープに関しては一般的な味噌ラーメンという感じで抜きんでる個性はない。万人受けしそうなありきたりな味。具の追加は迷ったものの茹でもやしだけ追加。メンマと肉も欲しい感じ。適量の水分少なめの炒め野菜と薄い豚肉でも良さそう。白菜とかキャベツは、 微妙なスープ濃度。味は平均的な生麺で、悪い点はないスープと麺。ただし茹でる熱湯量が、1.5リットルは袋麺と比較してもかなり茹で時間がかかるのが欠点。生麺タイプはほとんど茹でる熱湯量多いのがほとんどですけど、結構この手間がネック。栄養価の炭水化物6 6 8は、 チルド麺として普通な水準。タンパク質 13.6g は醤油とか、味噌の生麺としては多めですが、一食あたりとして物足りないので、トッピングにチャーシューか卵一個は追加したい。